すげえ喋ってるな、こいつら。ね、こうやってずっとね、集まってる時は、一番触りやすいんで。あったかい。触ってみてくださいね。うんこしないでね。はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ、はい、触れ合いやってまーす。うさぎとモルモット、こちらモルモットです。触りますからぜひ、ちょうだい。いい触れ、いいお触れ、ダイちゃん、ほら触れるって、はい、ほらね。そしたら、はい、お顔の前だけ気をつけて、うん、背中だけね。そう、お顔が近づいてきたらちょっと気をつけてね。ね、あまり噛まれることってね、私はないですけど、あ、そうです、基本はない、基本的にはないですけど、あの、ね、意地悪して噛むっていうよりはゆっくりして噛んじゃうとか、そういうことはあるかもしれないんで、背中だけ触ってあげて、ゆっくり触ってあげれば全然大丈夫だ。餌あげる、ね、あ、じゃあウサギもいますの、ね、で、ね、はい、どうぞ、いいですよ、まだ空いてますので、はい、1時半までやってます。しゃがんで、しゃがんで、いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。どうぞ。触れるよ。触る。噛んだりしませんですか？ね、そう、お顔の前に手出さなければ大丈夫。お顔は背中ね。そう、大丈夫だよ。意地悪しなければ構わないから。ちょっと優しく撫でてあげれば大丈夫よ。そうそうそう。大丈夫でしょ。わかんない。わかんない。めっちゃ乗ります。優しくね。ラマにあげるんじゃない？ラマ？ラマだってラマ。違うよ。ごめんなさい。あ、大丈夫。大丈夫。ほら、あの子、ほら、食べたくてよだれ垂らしてる、ほら。早くあげて。文字しないね。ミレイそう好きなんだよね、動画。ママ。すごい。シホ怖いんですよ。あ、一かも行ったよ。一かも行った。写真撮ってあげた。うん。おとは？あ、あげるの？ね。ダメってやってね。あげないってやって。あのヤギさんがほら、今日ヤギさんがいいじゃないですか。ヤギさんなら大丈夫だよ。ここの人も。パパ。どうしたの？誰にあげるの？いちかは誰にあげるの？あ、もうちょっとちゃんと。すごい。もう一回あげられる？もうちょっと。なになに？怖いの？じゃあ、ばあばと一緒にあげる？もう空っぽになっちゃった？はい、おいしそうだね。はい、どうぞ。大丈夫。あげられたね。いちかん。音羽、ほら。ちょっと怖いんだよね。上から来る。怖い。わかった。
殺せたんじゃないの？食べちゃったね。食べちゃったね。投げられてる時だからじっとしてるんだけど。お皿あげるの？さあや。お皿あげたい。あ、売ってた。上で買いたい？じゃあ、さよなら。